米国のアジア戦略は、今、対中政策をとっています。国際協定を無視してきた経緯から、中国への圧力は強化されています。そんな中、新型ステルス爆撃機 B-21 レーダーの最新映像を入手しました。極秘なので、他の人には話さないでくださいね。B にスプリットより、結構、かっこよく見えます。やはり黒は変わらないですよね。では詳しく話していきますね。同じようで違うんだな。時代は、ついに、2021年に入り、アメリカ空軍とノースロップ・グラマン社が、開発中であると報じられてきた新型戦略爆撃機 B-21 レーダーが、昨年時点で囁かれていた初飛行の年を迎えた。これは、2020年7月頃に、2021年末までには B-21 レーダー爆撃機が、初飛行するのではないかとのアメリカ空軍高官による指摘があったためだが、最近は正直新しい情報が途絶えてきている。アメリカ空軍が完成予想図の画像をホームページ上で公開したのも、2020年2月初頭が最後であり、ここから数えてももうすでに1年近い時間が経過しようとしている状況にある。現在までのところ、アメリカ空軍は3種類の戦略爆撃機を保有、運用しているが、それらは古い順から B-5に、B-1、B-2 となっており、このうち後者の2機種を B-21 レーダーで代替する方針だ。B-52 フライングフォートレスは1955年から実戦配備されている。機体であり、すでに優に70年以上、最終的には機関部等の完走で、100年にわたる収益も現実味を帯びてきている爆撃機である。次の B-1 は1986年より実戦配備がされており、今では、爆撃機としてだけではなく、航空機の中でも、稀有な可変翼機として、ランサーもしくは、ボーンの愛称でも知られている機体だ。最後の B-2 スピリットは、1997年から実戦配備されているアメリカ空軍初の、ステルス爆撃機であり、その実現のために、特徴的な全翼構造を持つ機体だが、冷戦構造の終焉から全21機しか生産されなかった。開発当初は132機の生産が予定されていた B-2 スピリットだけに、実際にはそのわずか2割にも満たない数しか世に出ず、故に1機あたりおよそ2000億円にも達する市場。最も高額な軍用機となった。これはアメリカ海軍の主力イージス駆逐艦、アーレイバーク級や、日本におけるイージス護衛艦マヤ型1隻よりも高額であることになり、単位あたりの価格は金と同じだと言われるゆえんだ。B-21 レーダーは、この B-2 スピリットと同じノースロップ・グラマン社の、手によることもあってか、全体の形状、デザインともに両機は、非常に似通った機体であることが、しばしば指摘されている。最新の手がかりは、2020年2月の CG 画像とはいえ、B-21 レーダーは、一見すると B-2 スピリットによく似ているが、時間が経過した分さらに
額表面の凹凸が少なくなり滑らかな形状に進化しているようだ。また、予想図では、エンジンの排気口周辺も、機体への一体化がより一層、進められているようで、これまで以上に、その排気熱を探知する。赤外線技術への対策も強化されているように感じられる。B21 レーダーを取り巻く一連の動きの中で最も注目を集める点の一つが、アメリカ空軍は同機をどの程度保有する承認を議会から得られるのかという点にあると思われる。これは前述のように B2 スピリットがわずか21機しか生産され向かったことなどから、同機が果たしてどうなるのかと注目されているわけだが、B1 などの退役を考慮すれば、最低100機ほどは固い止めされている。また、別の予測では、予算上は150機までの調達を目指しているとも指摘されており、よほどの路線変更が今後生じない限り、B2 スピリットの時点のような状態には陥らないとの見方も多い。では、B21 レーダーの単価はどうなるのかという予想だが、こちらも生産される全体数によって左右される恐れはあるものの、およそ1機あたり530億円から680億円程度ではないかと考えられている。この B21 レーダーの予想単価は、現行の B2 スピリットが約2000億円とも言われている点を考慮すれば、はるかに低価格に一見感じられるが、絶対的な額としては、決して安価とは言い難いだろう。一説には、アメリカ空軍では、2030年初頭に B1 を60機前後、B2 の前期を退役させて B21 レーダーで代替する方針とも伝えられており、実は残すところあと10年ほどにその時期は迫ってきている。近年のアメリカ軍の兵器開発は当初想定したスケジュールを超過することが常態化してしまっているため、この B21 レーダーにおいても2030年代初頭の実戦配備を疑問視する声があるのも確かだ。どちらにせよ、これについては、続報を待つしかないが、そもそも、B21 レーダーには、従来の爆撃機と大きく異なる要素が、盛り込まれていると見る向きも多い。その一つが、空対空巡航ミサイルも兵装として運用可能だというもので、これは大型の戦略爆撃機でありながら、敵の迎撃戦闘機等に対しての視界外での戦闘能力も保持することを意味する。また、B21 レーダーそのものが無人の遠隔操縦による飛行が可能であり、それに加えて同じく無人の遠隔操縦によるステルス戦闘機との随伴行動も可能とするとの情報も一部で指摘されている。